ゆっくりがお送りする岩音実況動画。今回は、重力宇宙コンペイトーをジオンでやっていきますよ。マリサもいるけどな。つうことで早速アナハイム計画書75枚と交換しました。ハイザック特性はクイックスイッチに決まってんだろ。言わせんな恥ずかしい棒。クイスイでも一応威力は上がるから多少はね。死ぬる思いで貯めてきた計画書75枚が外れ。特性とかマジでやってらんねえよ。ロケシュよこせ。あと3日ある。もう75枚貯めてどうぞ。無理に決まってんだろ。つうことで今回は歴代量産作編成で角なんて飾りです。偉い人にはハゲの良さがわからんのですよ。薄毛の悩みはお医者さんへ相談だ。初動は XA みたいなんでハイザックで一応ついていってみる。言っても280銃撃の足回りですからね。足の遅い銃撃でも集団での突なら意外と刺さることもなきにしもあらず。大体は敵防衛を阻止する護衛役ですけどね。でこのハイザックはチャービとチャーバズの両方持てるのがいいところ。ロケシュとビムシュの両方あるんで出た特性に合わせて装備を決めるのが一般的かな。もちろん両方装備して戦況に応じた使い分けもあり。そして目玉は何と言っても内蔵式の6連装ロケライン。両腰のポットからまっすぐ飛ぶ6発のロケットランチャーを持ち替えなしで撃てる優秀な追撃武器。要するにスタークジェガンの低コスト版だね。サンマシエフや3点ビームライフルもあるし、足回りも中コスト銃撃にしては悪くない性能。あ、やっぱ突は無理でした。しかも本家のスタジェにやられたか。スタジェはさらに内蔵銃撃バズが持てるんでとんでもねえ火力ぶっぱできるらしいぞ。GP 落ちしたらぜひ使ってみたいもんですな。デラックス回してもええんやで。まだ100式出てないんで。つうことで2番手は初登場だったと思う銀ズザク2回。クリッツじゃなくて強襲の方だな。ボケ戦でおなじみのザク2最終生産型。型番から FZ 型とも呼ばれる機体。ちなみに 2F2 は0083の機体だからザク回より後。ハイザックより前の機体だな。ザク界といえばこのチャージヒートホーク。フルチャージ D 角は6倍という爆火力で格闘好きにはたまらないロマン。伸びと範囲も結構優秀なんで意外とキル取れたりもしますから。ただスキとブースト消費もでかいんで注意。ウォッシャ一撃必殺斧のブンブンでそこの贅体叩きだ。はい、出ました。盾だけ絶対壊すマン。お前弱い使えない。なんでや、なんで威力3万6000の斧が盾で防がれるんや。威力限界ビームは通してもチャー角は絶対通さない。シールドさんが本体です。オスガンブムの本体の方を倒したところで久々登場の F 型銃撃。低コス銃撃ザクでは J 型の方がブースト容量と気筒がちょい優秀だけど宇宙でも使えるのは F10 の最大の魅力。地上と宇宙兼用は倉庫に優しいから初心者さんにも安心ですね。おっとマゼラハエ叩き成功も追撃が貧弱なんで仕留めきれず。低コスザクはチャーバズとマゼラでアシストするのがメインだからな。とにかく爆風武器撃ちまくって前線の敵の体力を削ればオケですから。高コスト機のクール待ちに粘るには最適な機体なんで召喚様たちにも人気らしいね。マゼラでのハエ叩きも狙えるし、何よりガシャの外れ枠で金図を入手しやすいからロケシュの特性上げも楽だしね。コスト200と破格の安さなんで気軽に乗り潰せるのもいいところ。しかしガンキャ相手では硬すぎて倒しきれないか。強襲や支援相手なら結構火力押しできる場面もあるんすけどね。そしていつもの100式オンラインでザク隊走ってた。現状最強機体だからね仕方ないね。つうわけでラストはこちらも久々の旧ザクことザクワンで出撃。ジオン、ひいてはモビルスーツの元祖的なガンダムファンにはおなじみの機体だな。低コスト強襲ということでやはり足回りは厳しいものがあるけどマシとクラッカーでとにかく牽制。
チャンスあったら斧のスタイル。高コスト機より性能は落ちるもののシャッガンもあるんでお好みで。最近は M マシで牽制しつつのクラッカーばらまきがマイブームですから。威力、範囲ともに意外と高いんでワンチャンあるかもね。おっとこれは100式キルチャンスやでマシンガンを撃ちまくれ。エイムガックガクで結局逃げられるパターンですわ。だがまあビムコ剥がしたからよしとしましょう。今日はこれくらいにしといたるわい。もう鬼やないんやで。誰だよ。雰囲気でやっただけのキャラだよ。この後特に盛り上がりもなく倒されるだけだから苦し紛れに雰囲気だけでやっつけでやったキャラだよ。ツッコミの腕でうまいこと盛り上げろよ。たまにはお前も面白いこと言えよ。今回も私におんぶに抱っこかよ。ツッコミなんで楽な仕事だなぁ。急にすげえやつあたりだな。おっしゃーのスタジェはハイザックちゃんのチャーバズラッキーヒットに任せろ。自分からまぐれあたりをばらしていくスタイル。6連グレラン追撃で残っても食い水産マシ F もあるよ。3点 F も打ち漏らし追撃にはいい性能。これでどちらが真のスタークジェガンかわかったろ。やっぱ向こうがモノホンですけどね。袖付きね。こっちネオジオン側ですよ。しかしこいつには斧だけど格闘あるんだからユニコーンごっこで遊べるという利点があったか。3000の N 型しかないけどな。あとレンドカラーくらいは欲しかった。ジオンの緑はともかく連邦の水色がすげえダサく感じるのってウプ主だけ。おっと敵かと思ったら死体だったか。その間にハエ叩き食らっとるな。さすがに敵防衛が押し寄せてきたか。ここは最後の悪あがきしておくがきち。今回は前期コスト低めだからクールも余裕あるしな。黒い。ユニコーン。ヘビガン高級カラーがバンシーにしか見えねえな。本物の方も早めに出してくださいね。来年あたりかな。その後は両軍とも一進一退のいい感じの競り具合の中次々に爆散してゆく量産型ザクシリーズでも量産型って本来そういうもんでしょ。まあゾンビアタックが低コスキの利点ではあるけどな。少しは活躍してるシーンもないと敵にきついもんがあるんでお願いしますね。でもコスト200なら敵1機倒せばもう元は取れてますからね。とコスト160のボールに倒されたクソザコなめくじが申しております。戦争って虚しいね。現実逃避してねえであと7分しかないんですよ。そういうことならこの奇跡のロケシュギンズバーナードワイズマン専用ザク通回の出番だな。量産機縛りと銘打っておきながら自分から専用機名乗り出すこいつマジなんなん。あとギンズならコンカスくらい出しとけよ。ここはやっぱ熱々ヒートホークでざっくりビーム出してるとこ視聴者に見せとかないとね。ヒートホークからビームが出るといったシステムはございません。あどっかにちょうどいい感じに敵集団が好きだらけでくつろいでる芋畑がないかな。そんな都合のいい芋畑があるわけねえだ。無理があったよ。あんのかい。おしおし、ここは一旦隠れてまっ。スオのパワーハピネスチャージで変わるんるん。嘘だと言ってよバーナビー。それタイバニの方な。なんだこれくっそ楽しいじゃねえか。こんな芋畑荒らしやったら格闘ブンブンがやめられなくなってしまうんやで。なんやかんやで残り2分でまさかの前期クール待ちマジかよ。コスト200が2機もいるのにどういう乗り方したんだよ。ということでここは路角がアカッス先輩でしのぐっきゃない。ジオンだ道中の路角はちと悩むところ。普段は路角ポイントの安いライトアーマーちゃんが鉄板かな。地上機なら結構あるんだけどな。アーカスは足回りが劣悪ながら盾と気筒の速さで拠点防衛には適任で、デッキボーナス廃止で全体的に気筒が遅くなったから気筒の早い強襲は結構重宝するよな。おっといもすないただきだ。おしこっから X 突に行く連邦兵たちを後ろからざっくりいくレイのドギタネイ戦法でキル稼ぐぜ。笑顔で最低なこと言うんじゃねえよ。でももうあらかた敵いなくなってたわ。か X 突で逆転されてんのな。でも最後イケメンが B と釣ったみたいでなんかジオン勝ったは。よくわかんねえけどこの動画が終始ぐだってたのだけはわかったわ。半分はツッコミの責任だからな。ひでえ言いがかりだな。ガトーさん帰って本日もコンペイトーは格まみれです。フィクションですけどね。
個人成績は測ったようにジェスト中間の25位。量産機縛りにふさわしい順位じゃないの。現在はビクトリーボーナスフェスタで勝てば誤差レベルで報酬アップらしいです。アナハイムイベの計画書も今週がラストなんでハイザックまだの方は頑張。つうことで皆さんお疲れ様でした。来週はシンデラックスでスパガンが登場。ゲロ期待と思ったけど340銃撃なんで不安しかない。ジオンはダブルゼータのズサがコスト300。キラ動画の重装が320でどちらも銃撃。ズサは袖付きカラーが欲しいところ。これはまたジムクウェルが両機体のパターンじゃね。最近はテイコス量産機がコスパアップする流れだかんな。イベントは1日1回の参戦で色々もらえる出撃要請が来る模様。これは楽なんで良いべだな。あといつもの金塊もあります。これは実質イベントなしのやつだな。といったところでスパガン様子見でまた次回。強い問いっすね。